はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回に続きからやっていきたいと思います。はい、前回からですね、だいぶではないんですけどね、ちょっと空いちゃったんですけど、まあ行きたいと思います。さあさあ、どこだ、ここですね。ロード終了。よし。館に着く頃には日が暮れ始めていた。三木本さんは初めて見る館を興味深げに眺めると、あちこち写真を取り出した。あれ？三木本さんはカメラから目を離した。どうしたんですか？あれ見ろよ。風切り釜だ。知ってるんですか？マリの問いかけに三木本さんがうなずいた。ああ、俺は仕事柄、日本中を飛び回ってるからたまに目にするんだ。三木本さんはその鎌をカメラに収めた。どういうものなんですか？昔は風は悪いものとされていた。横島な風と書いて風というだろう。風などの病気は悪い風がもたらすものという認識があったんだ。風だけじゃない。悪い風が吹くと災いが起きると信じられていた。風の神という邪神が風に乗ってやってきて人々に不幸をもたらすというわけだ。こうした言い伝えが残る地方では、草切り釜の刃を風が吹く方向に向けておく習慣がある。竹竿の先につけて庭先に立てたり、屋根に取り付けたりしてな。これを風切り釜というんだ。悪い風の神をこの釜で傷つけて、ご退散願おうというわけだ。なるほど。時には暴風が吹いた後、釜に血がついていることがあるそうだ。それは、釜で傷つけられた風の神様の血というわけだな。日本中にこの風俗は広がっているが、特に暴風の吹く地方に多いんだ。でも、ただの伝説じゃないんですか？さあな。ただ、風切り釜があるところを見ると、この島ではよほど強い風が吹くみたいだな。明日まで天気が崩れないことを祈るよ。山の方には何もないな。蚊に食われただけやったわ。加山さんが首筋をかえそうに書いている。夏美さんは太ももをむき出しにして、付け根のあたりをバリバリとかきむしっていた。はぁ、かゆいわぁ。歳は僕より下だろうに、すでにおばさん入ってる感じだ。村上さんは江戸時代に廃村になったという底虫村の跡を見に行ったという。村には、母屋が残っていたよ。かなり腐ってはいたがね。墓地もあった。曲のヒントが浮かんだよ。小林さんと敏夫さん夫妻が戻ってきた。いやー、参った。湖はナマズばっかりだよ。それも人に擦れていないから入れ食いなんだ。はいはい、入れ食いなんだ。おー、すげえ。クーラーの中に入っていたのは大小のナマズだった。気味悪いし捨ててしまおうって言ったのに、みどりさんが頬を膨らませる。いや、釣った魚は食べるのが魚に対する礼儀だよ。後で厨房を借りて私が料理してあげよう。僕は歓声を上げた。小林さんの料理の腕前を知っている僕だが、あまり嬉しくはなかった。僕はもともとナマズが好きなので、下舐め釣りをした。やばこれ。もう行くしかないな。僕はもともとナマズが好きなので舌舐め釣りをした。だいたいナマズというのは美味しい魚なのである。外見ゆえに損をしていると僕は思う。アメリカ南部では香味料を効かせた唐揚げにして食べる。ニューオーリンズでは毎週土曜日サタデーナイトフィッシュフライというパーティーがどこかの家で催される。テーブルにナマズの唐揚げを山のように積み上げ、それをむしゃむしゃ頬張り酒を飲み、楽器の出るも、できるものは陽気なブルースを演奏し、みんなで踊り歌う。日本でもナマズのフルコースを出す店もあり、淡白な身を持ったナマズは刺身にしてよし、焼いてよし、揚げてよし、煮つけてよし、
うなぎのようにかば焼きにしてよし、何にでもできる優れた素材なのだ。ナマズを調理するには、まず首の付け根に包丁を入れる。そうすると硬い皮がズボッと全部外れてしまい、真っ白な身が現れる。あとはそれを3枚におろすなりして料理すればいいのであって、鱗がある普通の魚に比べても大変調理しやすい魚であると言えるだろう。皆様も一度ナマズ料理に挑戦されてはいかがでしょうか。お夕食の準備が整いましたでございます。いつの間にか来ていたキヨさんが立っていた。すみません。まず食堂の方にお越しくださいませ。お部屋割りはその後で申し上げたいと存じます。僕たちはキヨさんの先導で、ぞろぞろと食堂に向かった。応接室を出て左へ進む。湾曲した廊下の突き当たりが食堂だった。わ、食堂は古い作りのただっ広い部屋だった。室内は薄暗く空気がよどんでいるような雰囲気がある。映画に出てきそうね。マリの言葉に僕も同感だった。ほな、私はスープを取って参ります。しばらくお待ちくださいますように。キヨさんはそう言って長い廊下を戻っていった。この館では、両端に大きな部屋があり、一方が食堂、もう一方が厨房になっているそうだ。これさ、食堂から厨房って、めっちゃ島内みたいな。変わってるよね。僕はマリに言った。いや、本当に。席には名前の書いたプレートが置かれていた。みんなそれぞれ自分の名前の席に着く。正面の、この屋敷の主人が座るべき席だけが空席となっていた。阿鼻子はどうなったんだ？もう来ないつもりなのか？村上さんがまた例の件を蒸し返し出した。彼がいないとここに来た意味がなくなってしまう。遊びに来た連中はいいかもしれんが、私は仕事で来たんだ。忙しい最中を時間を工面して。まあまあそう言いなさんな。正岡さんがダダッコをあやすように言った。口を開ければ仕事仕事って。仕事のことしか考えてないから結局ろくな仕事ができないことになるんですよ。たまにはゆっくりして遊ばなきゃ。なんだと？君は私がろくな仕事をしてないとでも。あ、いや、一般論ですよ。あくまでもね。村上さんは立ち上がると、名前の書かれたプレートを正岡さんに向かって投げつけた。危ないな。みんながそちらを見た瞬間、突然明かりが消えた。キャッ！誰か女性の叫ぶ声。定年かよ。キヨさん、キヨさん！年尾さんの声だ。うち暗いの苦手やねん。早う電気つけてえな。これは夏美さんだろう。トール。マリが僕の手をぎゅっと握り、締めた。明かりが灯った。三木本さんがつけたようだ。ろうそくの火は半径30センチほどぼんやりと、夢のように浮かび上がらせる。よお。誰もいなかったはずの、阿鼻子竹丸の席に何かがあった。写真立てに入れられた若い女性の写真。横にはおもちゃの自動車が置かれている。よく見ると、その自動車の一部が凹み、全体に赤い液体がかけられていた。それは血のように見えた。写真のすぐ前にプレートが置かれている。そこには、河村亜希、去年19歳、と書かれていた。僕は何が起きたのかわからず、身動きが取れなかった。誰が置いたのかと思い、食堂の中をぐるりと見渡した。マリの身を案じて、その手を強く握った。誰が置いたのかと思い、食堂の中をぐるりと見回した。しかし、皆、食い入るように突然現れた写真と車のおもちゃを見つめているだけだ。どういうことだ？これは何のいたずらだ？凍りついた空気を打ち破ろうとするかのように村上さんが怒鳴った。河村亜希って、かまいたちの夜に出てきた OL じゃない？マリが僕に囁いた。そんな人は実在しないんだろう。架空の人間の写真をでっち上げて何の意味があるんだと。僕は写真立ての中の女性の顔を見つめた。美しいと言える顔立ちだ。会ったことはないと思う。でも、どこか引っかかる。
その女性の少し悲しげな表情が僕の記憶の中の何かを刺激する。私を知らないの？写真立ての中の女性が僕にそう語りかけている。僕はそんな幻覚にとらわれた。あなたは私を知らなくても、私はあなたを知ってるわ。ふっと、ろうそくが吹き消された。食堂は再び、真の暗闇に没入した。僕の手を握るマリの力が強くなった。皆さん、ようこそいらっしゃいました。私がこの館の主、アビコ竹丸です。突然、重々しい声が響き渡った。その声は、正面の誰も座っていない席から聞こえてくるようでも、天井から降ってくるようでも、すぐ隣から聞こえてくるようでもあった。私は、ある理由から皆さんがいた吹雪の晩、このゲームを、に、仕立てました。ん？それは、私の予想をはるかに超えた売れ行きとなり、まとまった額の利益を手にした私は、この別荘を手に入れることができました。アビコの声は、何度もダビングを重ねたテープのように、不明声で、声の主が若者なのか老人なのかさえ判別しがたかった。皆さんの存在なくしてこの成功はありえません。そのお礼をしたくてこのようなご招待をさせていただくわけですが、ご参加を快諾していただいて恐縮です。どうして姿を見せないんだ？これは何かの趣向なのか？三木本さんがそう言った。誠に失礼とは存じますが、私は訳あって皆さんの前に姿を現すことができません。しかし、私は間違いなくここにいます。この写真と車のおもちゃは何なんだ？敏夫さんが尋ねたが、アビカは無視して続けた。皆さんと共に食事をし、お酒を飲み、泳ぎ、釣りをし、歌を歌うことはできなくても、私は私なりのやり方で、この二日間を楽しみたいと考えております。どうか皆さん、私のことは気になさらずに、ごゆっくり、おくつろぎください。不意に電気がついた。眩しい。一瞬、誰もが目をつむって、再び開けた時には、アビコの姿はどこにもなかった。さっきは確かに置かれていた写真立てや自動車のおもちゃも見当たらない。入り口の近くで三木本さんが立っていた。照明のスイッチを探し当てたらしい。誰も一言も発しなかった。何が何だかよくわからないというのが正直なところだった。ガタガタッと音がした。一同は音のした方を見た。キヨさんが古びたワゴンに食事を乗せて食堂に入ってきた。おう。村上さんはキヨさんに歩み寄るといきなりつかみかかった。あんただろ！あんたがやったんだろ！何のことでございますか？キヨさんは目を白黒させている。茶番だな。私にはわかってるんだ。何のつもりであんなことを。苦しい。年寄りをいじめんでくださいまし。ちょっと。見かねた年寄さんが無理やり村上さんの手をキヨさんから離させた。なんだあいつ。じゃあ、ごめんなさい。なんだあんたこいつの肩を持つのか。この人がやったと決まったわけじゃない。なかろう。それに年寄りじゃないか。は、こいつに決まってる。おいあんた、電気を消して、写真やらおもちゃやろう。アビコの席に置いたのはあんただろうが。写真って何のことです？しらばっくれるな！村上さんが怒鳴ると、キヨさんは恐怖に満ちた表情で言った。すみません。私は何も存じません。ほんまです。この館は古いので時々停電がございます。何かあったのでございますか？私はずっと厨房で料理をしておりました。嘘じゃございません。ほんまにほんまです。そして、はだけた襟をかき合わせると、よろよろとワゴンの上のスープを配り始めた。あの、キヨさん。マリがやっとスープを配り終えたキヨさんに声をかけた。はい、なんでございましょう。村上さんに乱暴された後だから、キヨさんは飛び上がった。さっきの停電のことなんですけど、これ。マリはテーブルの下から電源コードを拾い上げた。どうやら、
照明が消えたのは誰かがコードを引き抜いたためらしい。どなたかコードをお抜きになられたのですか？キヨさんが問いかけるが、みんな首をかしげるばかりだ。キヨさん、正直に言ってくれ。アビコ竹丸は、俺たちに姿を見せられないと言ったが、あれはどういうことだ？アビコはどこにいるんだ？三木本さんの質問に、キヨさんはキョトンとした顔になった。え？主人が来とるんですか？私がさっき電話をもらった時は都合で遅れると申しておりました。アビコが来ているはずが。だけど今、アビコ竹丸がこの食堂で喋っていたんだ。三木本さんは半信半疑のキヨさんに、たった今ここで会った出来事を説明した。ですけど、アビコが来ておるんでしたら、まず最初に私に申すはずでございます。何かのお間違いではございませんか？おわびくしゃ。じゃあ今の声は何なんだ？本来三木本さんがキヨさんの胸ぐらをつかみかねない雰囲気だ。いや、知らんやんみたいな、キヨさんを、もうみたいな。私帰るわ。突然緑さんが叫ぶと、椅子を蹴倒しそうな勢いで立ち上がった。楽しい旅行のつもりで来てみたら、招待主は姿を見せない。不愉快な写真やおもちゃを置いてある。それに泊まるところは監獄だなんてもう耐えられないわ。あなた、すぐに帰りましょう。でも、緑さんの剣幕に敏夫さんは、二の句が告げない。こんな旅行をやめましょうって言ったのにあなたがどうしても行きたいって言うから、こんなことに なるのよ。でも君だって、孤島みたいなところに行くのは面白いかもって言ってたじゃないか。だってこんな嫌な目に遭うなんて思わなかったもの。とにかくすぐ帰りたいわ。僕は。あのほがらかな緑さんにこんな強気の一面があったことに驚いた。スポーツ万能で腕っぷしも強い敏夫さんに、こんな気の弱い一面、幸せな絶頂にいると思っていたが、新婚夫婦が口喧嘩を始めたので驚いた。いや、もう結局驚くんかよ。なんかもう、まあ、今回 B にしましょうかね。僕はスポーツ万能で腕っぷしも強い敏夫さんにこんな気の弱い一面があったことに驚いた。敏夫さんがしぶしぶ言った。そうか、君がそこまで言うなら。僕は小声でマリに言った。敏夫さんって、みどりさんに対しては弱気だよね。違うわ。優しいのよ。ほら見てて。敏夫さんは自分とみどりさんの分、両方の旅行カバンを持ち立ち上がった。紳士よね、敏夫さんって。包容力があるのよ。キヨさんがみどりさんの前に立ち、申し訳なさそうに言った。実は、帰るにも不便がございませんのです。迎えの船は明日の夕方に こちらに来る予定でございまして、それまではここにご投留いただきたい、いただかないと。みどりさんはむっとした表情で、キヨさんと敏夫さんを交互に見ていたが、やがて諦めたように椅子に腰掛けた。敏夫さんもほっとした様子だ。まあ、そらそうなるわな。皆様、早くお召し上がりくださいまし、スープが冷めてしまいますので、すみません。あちち。スープは舌が焼けるぐらい熱々だった。食事は大変にうまかった。キヨさんの料理の腕前は大したものだ、と僕は思った。一同は次々と出されるご馳走に舌鼓を打った。しかしみんな口には出さなかったが気まずいものを感じていた。時々、重苦しい雰囲気を打ち破ろうと誰かが口を開いたが、話が続かず、すぐに沈黙に席を譲った。料理の最後の一品を味わいながら、僕は小林さんに言った。美味しいですね。他のことはともかく、料理だけは文句のつけようがないですね。うん。小林さんは首をかしげている。それはそうなんだが。やがて食事も終わり、キヨさんが言った。お部屋のご用意ができました。お荷物はもうお部屋にお運びしてございます。人数が、多ございますので、お部屋割りはこちらで決めさせていただきました。ご案内いたしますのでこちらへ。小林さん、何か思うことがあるんですかね？この階段登るやつ。
客室はすべて2階にあった。どれも中庭に面しており、東側の端にある角部屋と西側の端にある物置部屋以外は窓はないのだという。この館に窓がないのは囚人の脱走を防ぐためだったそうでございます。両端の部屋に窓があるのは看守が寝泊まりするところだったからと聞いておりますです。部屋割りを説明しながら、キヨさんが言った。部屋は一部屋ずつ割り当てられた。ほう。あれ、一番端が緑さんなの。で、そっからケイコさん、カナコさん、夏美さん、加山さん、小林さん。で、そこから、バーって開いて、三木本さん、俊夫さん、正岡さんに村上さん。あれ？トールとマリの部屋は？僕の部屋は村上さんの隣。ああ、水色のところか。マリの部屋は緑さんの隣だった。ああ、ピンクのところね。はいはい。館の東側にはユニットバスをつけた部屋があり、その部屋を女性に割り付けたので若干いびつな部屋割りになっているそうだ。あ、なるほどね。めっちゃ遠いな。トールとマリの部屋のところ。相部屋にはできないんですか？夫と離れ離れになるのは嫌なんです。緑さんが清さんに抗議めいた口調で言った。中を見ていただければお分かり、いただけますが、シングルベッド1台しか奥ゆとりがないのでございます。監獄だったものを無理やり改造したのだから、狭いのも無理はない。他にも文句を言う人はいたが、結局決められた通りの部屋割りに落ち着いた。僕はマリに言った。隣同士じゃなくて残念だったね。どうして？ああ。それで会話は終わった。かわいそうに。部屋の鍵は、内側からかける昔懐かしいスライド式の鍵になっていた。夜中は必ずスライド錠をおかけくださいまし よ。それと外出時には貴重品を必ず身につけてくださいまし。夜中に誰が忍び込んで来てくれないとも限らないから、僕の部屋は24時間オープンのコンビニ状態にしておくからね。まあ気軽に声をかけてくれたまえ。面白い。正岡さんってユーモアのセンス抜群なのね。いや、本当にユーモアのセンス抜群なのか。花子ちゃんが目を輝かせた。僕はどんな冗談もこの人が言うと嫌味に聞こえると思った。はい、というわけでですね、まあ部屋割りが無事に決まったということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。今、ちょっとマイクがぐしゃってなっちゃった、すいません。はい。というわけでですね。終わりましょう。はい。ご視聴、今回もありがとうございました。またねー。バイバーイ。